リターナーです。皆さんバイク用のグローブは、まあ、結構有名メーカーのものを使っていると思うんですが、僕の場合は中華製の、ね、安物を使っておりまして、で、まあ、プロテクトとか、まあ、通風口で、まあ、滑り止め、まあ、あとスマホなんか使う時のための、ね、タッチ機構なんかが、まあ、一通り揃ってて、まあ、これで僕が買った時はね、確か680円ぐらいだったかな。今若干上がって、まあ、それでも1000円前後ですよね、うん、これぐらいで買えるものです。まあ、割とね、ダートロード走りながら、まあ、転んだりとかっていうのも何回もやってるんですけど、まあ、それでもちゃんとね、プロテクトが効いて手を守ってくれているので、まあ、安い割にはいいかなと思ってます。買った時に唯一気に入らなかったのは、ちょっとね、わけわかんないロゴがね、デカデカと手の甲に入ってたんで、まあ、それはね、買ってすぐ剥がしました。冬場に使っているのは、まあ、同じくアマゾンで買った中華の安物グローブなんですが、同じく手の甲に、まあ、通気口と、あとプロテクターがね、装備されていて、で手の内側はまあ、ゴムがついてて滑らないようになってっていう感じです。で、まあ、夏用のグローブもそうなんですけど、意外と使い心地がいいですね。操作感もきっちり分かる。ダメなのは、イージス。ワークマンのイージスのグローブを、ちょっとね、一時期使ってみたことあったんですけど、ただ分厚いだけ、まあ、防寒用のグローブだからね、当たり前なんだけど、ただ分厚いだけで、操作感とかがね、ちょっとつかみにくいので、あまりおすすめはしないです。ワークマンは最近、バイク用品にも力を入れていて、まあ、バッグもそうだし、このグローブもね、バイク用のものとしてちゃんと作って売っているものがあります。で、好みによるんですけど、まあ、この本革作りのちゃんとね、使い心地の良い工夫されたプロテクターもついているグローブをワークマンで売るようになったので、値段はね、確か3000円ぐらいですよね。指抜きの夏用グローブで2500円ぐらいかな、高くもないので、これを買った方がいいですね。まあ、とにかくイージスはね、使いにくいです。あんまり必要ないとは思いますが、一応ね、僕が使ってるグローブ のリンクを詳細の部分に貼っておきますので、もし欲しいなっていう方がいらっしゃれば、まあ、Amazon でお買い求めください。別に業者から金もらってるとかはないですから、はい。あんまり関係ないんですけど、今後ですね、まあ、どうしても梅雨時っていうこともあるし、まあ、僕の仕事の都合なんかもありますので、更新頻度はどうしてもね、週1ぐらいのペースで、落ち気味にとか、まあ、もともと週1ぐらいを目安にやってるんですけど、まあ、それぐらいになっていくかと思うんですが、まあ、質問等ございましたら、なんかコメント欄で話しかけてもらえると、まあ、お答えできるかと思います。ではまた。